門会は、中国の東高に国境を接するベトナム北部、クアンニン省の都市。人口約7万8000人。ベトナムで、他の若干の地域とともに一世帯あたりの、平均収入が2万米ドルを上回っている、最も裕福な都市のうちの一つとして知られ、チャンフーボーは、その裕福なエリアの一つである。2006年度、 門会の中越国境を通して行われた貿易取引額は21億アメリカドルであり、中越国境の中では最高である。門会の銀行を経たキャッシュフローは2006年度で55億アメリカドルであり、ホーチミ民主とハノイに次ぐ第3位に位置している。門会はまた中心部に5つの市場があるゆえに市場の街としても知られ。 観光客はそこで何でも手に入れることができる。市中心部から南に7キロメートルほど行ったところにチャーコービーチがあり、門会には毎年ハノイやハイフォンからの多くのベトナム人観光客が訪れる。二つの五つ星ホテルとたくさんの民宿とゲストハウスがあり、観光客のための十分な宿が提供されている。門会では数多くの言語が話されている。 誰でも自国語としてベトナム語を話し、関東語は中心の市場で広く話される。そして英語はより若い世代の大二言語になっている。特に商業地では中国の北京語も話される。門会は以下の行政単位に区分される。ありがとうございます。